継ぎ目のない円を編む方法と、その補足編で解説したことを使って、継ぎ目のない球を編んでみましょう。この動画では細かいコツや注意点について詳しく見ていきます。簡単に復習すると、このテクニックは編み始めの糸端を使って、立ち上がりの鎖編みを別の編み目へ変換するというものです。糸端に十分な長さがあれば、すべての段の鎖編みを変換することができます。 中長編み以上に背の高い編み目の場合は、足と頭の両方を形成する必要がありますが、細編みの場合は頭だけ作れば OK です。それでは制作を始めましょう。糸端を長めにとって1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みも一目と数えることがポイントです。 輪を引き締めたら、最後の細編みの頭と足にかぎ針を入れて、編み目をほどきます。そしてこの2ループから編み始めの糸端を引き出します。 次に編み目の頭を作りますが、1段目は円が小さいので、かぎ針で一気に糸を引き出すことが難しいかもしれません。その場合はとじ針を使ってもいいですし、あるいはかぎ針で2回に分けて引き抜いてもいいです。 かぎ針を使う場合は、まず立ち上がりの次の細編みの頭に裏側から針を入れて糸端を引き出します。次に段の最後の細編みの足と頭に針を入れて糸端を引き出します。 これで1段目の完成です。糸端は休めておき、糸玉に繋がっている方の糸に持ち替えて2段目を編みます。今作った編み目の頭から糸を引き出して鎖を編みます。目数については普通に球を編むときと同じです。立ち上がりの鎖編みを1目と数えることにだけ注意しましょう。 段の最後の目を編むときに糸端を引き出します。ここではまとめて糸を引き出すやり方を試してみましょう。最後の編み目の足と頭に針を入れ、続いて最初の細編みの頭に針を入れます。そして糸端を引き出します。 これで2段目の完成です。このように段の最後で糸端を使って頭を作りつつ編み進めていきます。 最終段では最初の編み目が減らし目になるので注意が必要です。この場合は立ち上がりの鎖編みを編まずに、糸を引き出すだけにします。次の編み目からも糸を引き出し、2ループを一度に編みます。こうすると頭のない細編み2目一度ができるので、段の最後で頭を作ります。 最終段の場合は糸端を使わず、編み糸を切ってそのまま引き出せば OK です。とじ針を使って頭を作り、編地を絞って穴を閉じます。 これで継ぎ目のない9が完成しました。特に重要なポイントは、立ち上がりの鎖編みを一目と数えること、そして段の最初が減らし目の場合は、鎖編みを編まないことです。これを活用して編みぐるみを編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。